今日は韓国の主なニュースです。統計庁は5日2021年の将来人口推計を反映した世界と韓国の人口現況及び展望を出した。韓国の65歳以上の人口が全人口で占める割合が今年 17.5% から2070年に 46.4% に急増すると予想された。世界中の調査対象236カ国の中で最も高い水準だ。世界人口のうち高齢人口構成比は今年9.8% から2070年に 21% 23% ポイント増加する。50年頃の後、世界人口5人のうち1人が65歳以上だが、韓国は半分ほどが65歳を超えることになるのだ。世界人口の中で韓国が占める割合も減る。世界人口は2022年79億7000万人から2070年103億人に増加する。一方、韓国人口は5200万人から3800万人に減少する。北朝鮮を合わせた総人口も7800万人から6100万人に減少する。北朝鮮の人口も2022年、2600万人から2400万人に減るからだ。これにより、世界人口で占める割合は韓国は2022年 0.6% から2070年 0.4% に、南北朝鮮を合わせた時は 1% から 0.6% に減少する。ウォンドルの為替レートが5日、13年5ヶ月ぶりに1370ウォンを突破し、1400ウォンまで上がるのではないかという懸念が高まっている。専門家たちも最近まで今年下半期の為替レート上段を1300ウォン台中盤と予想していたのとは異なり、1400ウォン台の可能性を開いておき始めた。この日、ソウル外国為替市場でワンドル為替レートは前取引日終わり値比8.8ウォン上がった1371.4ウォンに取引を終えた。為替レートは 2.4 ウォン上がった1365ウォンに開場した後、上段を高めていくうちに1375ウォンまで上がった。これは金融危機が真っ最中だった2009年4月1日、波中高点である1392ウォン以来13年5ヶ月ぶりに最高だ。去る2日記録した花火南高点1363ウォンを更新したのに続き4取引日目南高点を続けた。終値基準でも2009年4月1日1379.5ウォン以後最高だ。専門家らは市場の心理的抵抗線である1300ウォンが開いたと最近まで年内為替レート上段を1350ウォン台中盤と予想した。米国連邦準備制度の緊縮基調などにより上段を上げた専門家らは、インフレ頂点などが確認されればまた下がることができると見通した。しかし対外条件が急変し、専門家の見通しも変わった。最近、米国連邦人事の売り派発言などにより金利引き上げが続くという懸念が大きくなり、ロシアがヨーロッパへのガス供給を中断し、エネルギー危機問題が発生した。中国ではコロナ19によって主要都市が封鎖され、ドルの強勢が進化した。このように予想外の変数が発生し、専門家たちは為替レートの見通しをするのに苦労している。ただし、下半期の為替レート上段が1400ウォンに達する可能性が大きいと判断している。米ドル貨幣が続き、韓国の外国為替保有額が1ヶ月間で約22億ドル減ったことが分かった。先月3億ドル増えたのに続き1ヶ月ぶりに減少傾向に戻った。5日、韓国銀行によると先月末基準の外国為替保有額は4364億3000万ドルと集計された。配信より21億8000万ドル減少した。去る3月以後4ヶ月連続減った外国為替保有額は7月3億ドル増え小幅半島したが、1ヶ月ぶりに減少した。韓銀関係者は先月の外貨資産運用収益、金融機関の外貨預かり納む金の増加などにもかかわらず、米ドルが約 2.3% の評価を上回り、その他の通貨外貨資産の米ドル換算額が減り、全体の外貨保有額も減少したと説明した。過去1ヶ月間の主要6カ国対ドルの価値を示すドルインデックスは 2.3% 上昇した。この期間の主要通貨のドル対比変動率は、ユーロマイナス 1.7%、ポンドマイナス 4.2%、円マイナス 3.2%、オーストラリアドルマイナス 2.0% をそれぞれ記録した。資産別では、国債や会社債など有価証券が1ヶ月前より30億9000万ドル増加した。預金と似た性格の預金は53億ドル減った179億ドルと集計された。IMF 特別引き出券は7000万ドル増えた144億6000万ドルを記録した。IMF 加盟国が出資金納入、融資などで保有することになる IMF 関連請求権である IMF ポジションは7000万ドル減少した43億3000万ドルだった。相場を反映せずに買い取り当時価格で表示する金は47億9000万ドルで、先月と同じだった。韓国の外国為替保有額規模は先月基準で4386億ドルで世界9位だった。中国は3兆1041億ドルで最も多かった。続いて日本が1兆3230億ドル、スイス9598億ドル、
ロシア5769億ドル、インド5743億ドル、台湾5478億ドル、サウジアラビア4632億ドル、香港4418億ドルで後に続いた。政府が市値15億ウォン超過住宅の住宅担保ローン禁止措置を解除する案を検討することが分かった。4日関係省庁によると、企画財政部、金融委員会、国土交通部などは今月下旬頃不動産関係長官会議を開き、不動産市場正常化案を議論する予定だ。15億ウォン超過住宅ローン禁止解除と規制地域に対する追加解除案などが議論対象に上がると伝えられた。最近、金利引き上げと取引の崖が続く中、住宅価格の下落が本格化すると、不動産市場の軽着陸を防ぐための案を悩んでいるようだ。ただし、政府はこの日の報道資料を通じて政府は市場状況と住宅需給条件などを総合的に考慮し、不動産制度の秩序ある正常化を推進しているとしても、15億ウォン超過住宅の融資規制廃止と関連して関係省庁間の協議がなされたり、決まったことがないといった。15億ウォン超過住宅ローン禁止は、分財トラ政府が2019年不動産対策で導入した。投機地域及び投機加熱地区にある時価15億ウォン超過住宅に対する金融圏融資を全面禁止し、導入時から無理な規制という議論が大きかった。現在、財産権侵害論議で憲法裁判所に違憲訴訟も提起された状態だ。新政府も当該融資規制が住宅実需要者の便宜を過度に制約する規制だという認識をしている。だが、融資限度を緩めてからやや1869兆ウォンを超えた家計負債を再び刺激することができ、具体的な施行時期をスケールすることが分かった。また、高価なアパートを持つ人々にのみ恩恵が戻って政治的に敏感な素材になることもできる。イ・ジョンソプ国防部長官が5日午前、米下院軍事委員会と外交委員会所属議員らで構成された連邦下院議員代表団一行を接見し、主要安保懸案について意見を交換した。この日、イ・ジョンソプ長官は国防部長舎で最近下院本会議を通過した2023会計年度に防水圏法案に在韓米軍の重要性、韓国に対する米国の拡張抑制公約履行などの内容が含まれたのは米議会の韓米同盟と連合防衛体制に対する強力な支持を示すという点で非常に意味が大きいと述べた。イ・ジョンソプ国防部長官はまた、今月中旬開催予定の拡張抑制戦略協議体など、韓米間の国防協議の過程で拡張抑制公約が掲げられるように取り扱い得るよう、米議会が支援してほしいと要請した。国防水権法案は、米政府の国防政策を明示し、これに伴う2023年度国防予算を策定する法案だ。拡張抑制とは、米国の同盟国が核攻撃を受けたり脅威にさらされたとき、米本土に対する脅威に対応する支援をする概念を言う。また、この長官は先月実施された今後半期、韓米連合軍事演習 UFS オツシフリーダムシールドと関連し、韓米連合軍が北朝鮮のどんな挑発にもしっかり対応できるコントラスト体制をさらに固めたと評価した。これに対し米議員代表団は米議会の韓米同盟に対する超党的支持は非常に確固とし、韓米同盟がグローバル包括的戦略同盟に発展できるよう支援していくと明らかにした。米議員代表団は UFS と関連しては韓米軍事同盟の新たな電気を設けたとし、特に練習期間になった連合野外機動訓練を通じて、韓米連合軍の作戦遂行能力が一層強化されたと評価した。韓米両側は、韓米同盟がさらに堅固になるためには、政府の努力以外にも議会の役割が重要であることに共感し、韓米同盟がグローバル包括的戦略同盟に発展する過程で持続協力していくことにした。韓非国防次官が約6年ぶりに両者間会談を開く。いわゆる哨戒機葛藤による両国国防当局間拘束局面が解けられるか注目される。5日、国防部によると、新、ボムチョル国防部次官はソウル安保対話行事をきっかけに来る7日、日本の次官級である岡祭りごと防衛審議官と会談を開き、国防懸案などを議論する計画だ。韓非国防次官が両氏会談テーブルに座ったのは2016年が最後だった。今回の会談では特に日本海上自衛隊哨戒機が去る2018年独島北東約 100km 海上で低空飛行で韓国側海軍艦艇を脅かしながら触発された韓国艦艇のレーダー調査論議が取り上げられる見通しだ。また、韓華間軍事情報保護協定ジソミアの正常化、韓国軍に対する日本の国際未完式招待案件なども会談テーブルに上がるものとみられる。両側は今回の会談で結論を出すのではなく、葛藤解決のための両国の意見接近可能性を打診し、安保協力復元の可能性を調べる側に重みを置くと予想される。ついに、ソクヨル政府は去る5月発足後北朝鮮の核とミサイル脅威と厳重になった域内安保環境に対抗して韓非及び韓米華韓安保協力を復元しようとしている。日本も北朝鮮などのミサイル脅威に対応するためにジソミアを正常化し、韓国側の対北監視情報などを円滑に共有することを望む状態だ。今回の会談の成果のきっかけを作ってくれたソウル安保対話は、
韓国が主導して2012年から開催してきた次官級大物安保協議体だ。警察がいわゆる法人カード流用疑惑事件と関連して、理財なとともに民主党代表に対しては刑事責任を問うことができないと報告し、事件を不送致することでストランドを取ったことが確認された。の、ギホ警機南部警察庁捜査部長は5日、記者懇談会で、ジェミョン党代表夫人キム、ヘギョン氏の遂行秘書で疑われてきた前景気同調別祭りごと職後キューペ氏の採用過程と実際に遂行した業務などを調べた結果について疑いを発見できなかったと明らかにした。景気南部警察庁捜査部長はペ氏の採用手続き上に問題点がなく、採用後公務員業務を遂行した部分も一部あることが確認されたとし、このような事実関係と類似判例で見ると国庫損失罪など適用は難しいと判断したとした。続いて、ジェミョン党代表と法人カード流用疑惑の間に連結輪は現れたことがなく、不送致で鎖を掴んだと見ても構わないとし、ただし、景気同調公務員2人は業務上背任法スケ容疑で立件して捜査中だと説明した。これにより、警察は理財明党代表をめぐる多くの疑惑事件の一つである法務流用疑惑の捜査を事実上終えた。景気南部警察庁捜査部長は城南 FC 公園金疑惑、ペク、ヒョンドン開発特計疑惑、景気住宅都市校舎合宿所非戦キャンプ疑惑、大長ホラ関連城南市議会ロビー疑惑、長男不法賭博及び性売買疑惑など残りの捜査については早速捜査するだけ言った。警察はまた、ユン・ソクヨル大統領ところが疑惑である楊平友構築開発特計疑惑は、現在の参考人調査が仕上げ段階に入ったとした。チョン・ミョンジン・ハンフハイ、経済犯罪捜査隊長は昨年末、楊平郡長を押収捜索した後捜査が相当部分進行されたとし、参考人調査は仕上げた状態で、もうそれに対する判断に入るだろうと話した。景気南部警察庁捜査部長は友構築疑惑捜査警察官が偉大統領の就任式に出席した事実が知られており、浮上した論議について該当警察官に対する捜査排除の可否を検討中だと明らかにした。警察はこの日懇談会で運、住前景気城南市場のキャンプ出身不正採用疑惑事件とパク、四住前特別検査娘の大倉ホラアパート特計分譲疑惑事件もそれぞれ検察に送致した事実を明らかにした。民主党が運、即夜大統領を公職選挙法上虚偽事実公表容疑で検察に告発し、キム・ガンヒ夫人に対する特権推進を公式化した。国民の力は集団狂気に近い政治構成で規定し、対応を宣言し、政局が急速に凍っている。ヤン・クム被国民の力院内スポークスマンは5日、国会疎通間でブリーフィングを通じていくら真実究明が恐れて、ジェミョン代表主語が王宮であっても大韓民国には守らなければならない法があり、隠すべき最小限の道義と善があるとこを述べた。国民の力は、民主党のユン大統領告発とキム・ゴンヒ特権法の推進は、理財明党代表の否決疑惑及び関連捜査を選ぶための水の利用に過ぎないと見ている。憲法上現職大統領は内乱または外国為替の罪を除いては在職中刑事訴追を受けないにもかかわらず告発を強行したのは政治的以外の他に他の理由を見つけることができないためだ。キョン・ソンドン院内代表はこの日、自身のフェイスブックを通じて、ジェミョン党代表は無差別告発であらゆる犯罪疑惑をムーマしようとする。キム・ゴンヒ特権法をすれば私も受け取る一重引用符という発言自体が告発を公正の技術で書いているという妄称だとし、民主党の告発は国民の関心を分散させるための餌だ。全国民を相手に釣り性告発をしているものだと指摘した。イ・純則前党代表をめぐる内紅事態で異なる意見を出した国民の力議員たちも一声で理財明党代表批判に出た。ジェミョン党代表に対する批判とは別にジュース進む議員を中心に民主党に対して苦い感情も表している。国民の力は第一野党である民主党が理財明党代表の不正を守るための個人のローファームに転落したと非難した。実際、民主党議員総会は理財な党代表の検察召喚不応の名分を提供し、法律が出身国会議員など党大の主要人員が理財な党代表法廷争いに名を関節的に投入される状況だからだ。キョン院内代表はジェミョン党代表は政治報復フレームを悪用して犯罪に対する小命を拒否して政治圏に復帰した。そして大統領選挙敗北の2ヶ月ぶりに補欠選挙に出馬し、党代表までなった。ジェミョン党代表こそ政治報復フレームの最大受益者だとし、最大被害者は民主党だ。民主党はジェミョン党代表政治生命延長のため自ら政治的人質になったのだと民主党を猛非難した。続いて今、民主党の政治歩みは理財明党代表捜査日程が従属した。ジェミョンによる、イ・ジェミョンのための、イ・ジェミョンの政党となったとし、個人のための祠堂の道を自ら選択しておき、どんな資格で民主主義の既存と憲政秩序蹂躙を叫んでいるのかと反問した。国民の力ユン・サンヒョン議員はイ・
ジェミョンの司法リスクをキム・デジュン大統領に対する政治報復と同格に追いやろうとする試みは彼と民主化運動に対する冒涜だ。トロブゲンは反則と特権のない世界を掲げたが、その党の新しい代表は反則を一賛、処罰を受ける危機に所すると、党を特権の盾として使っていると指摘した。イ・ジェミョン党代表はキム・デジュン・トロブゲン精神をこれ以上毀損しないで、堂々と司法手続きに従うよう促した。朝鮮民主党がイ・ジェミョンという時限爆弾を身につけたのは、政党野党の未来を考えるとき不幸なことだ。まで連鎖爆発を起こし、それは国家に対する背任であり、国民に対する裏切りだと指摘した。パク・本軍民主党院内代表は5日、緊急の総会直後、記者たちと会い、キム・ゴンヒ夫人と関連した国民疑惑が大きくなる状況で捜査機関が見てくれることに一貫していると疑惑を解消できない段階に行っているだけに特権法を推進することにしたと明らかにした。特権の推進には2つの方法がある。まずは特別検査の任命などに関する法律、いわゆる常設特権法による特権推進である。第2は、特権任命のための別途の特別法を立法して特権をする方法である。今回の事案も別途特権法を選ぶと前例によって両夫人の実名と疑惑内容が法案に適視されるものとみられる。キム・ヨンミン民主党議員は先月22日、ユン・ソクヨル大統領ハイタマシャ・キム・ゴンヒの株価操作、虚偽のキャリア真相究明のための特権法を代表発議した。民主党議員室関係者は歴代特権を見れば特権捜査が必ず成果を出したわけでもないと常設特権法により特権を導入して捜査をしたが、キム・ゴンヒ夫人が疑いなしで出てくれればかえって免罪符を与えるわけであり、私たちとしては公正終末点を迎えることになると憂慮した。民主党がこの日の緊急事務総会で推進決議をしたキム・ゴンヒ特権が常設特権法による特権なのか、別途の特別法による特権なのかはまだ明らかではない状況だ。実際、この日、民主党の非常事件ではキム・ゴンヒ特権を推進しようという決意だけがなされただけで、どのように特権をしようという具体的な方法論は議論されていないと伝えられた。この日の緊急10は6日、出席要求を受けたい、ジェミョン党代表の召喚対応などを議論し、議員団の総意を集めるために設けられた。対決を置くために急いでキム・ガンヒ夫人を引き出す過程で特権推進が取り上げられたものであるため、具体的な方法論はまだ誰にも準備されていないという観測も出ている。政治権の関係者は検察がリザイ・アキラ党代表を召喚した時から民主党が逆オサムのためにキム・ゴンヒ夫人を引き出すという点は十分に予想できなかったのか叫ぶのはまだ方向の段階であり、具体的な方法の段階で議論が進められていないだろうと見通した。国内最大の干拓地であるセマングム地区には今回の監査院特定監査の重点対象となった韓国の漁村公社のセマングム事業の他にも大規模な太陽光事業が進められている。しかし、住民の摩擦や事業者選定過程など、大小の議論が絶えなかった。セマングム地区太陽光発電事業は、文在寅元大統領が去る2018年セマングム地区を訪問した席でセマングムを大韓民国再生エネルギー中心地にするだろうと宣言しながら本格推進された。農漁村公社は2020年6月、セマングムの日光分け事業計画を発表し、全北郡山市セマングム地区の生命用紙一帯を対象地とし、事業者公募過程を踏んだ。しかし、地方自治体や地域住民の意見を収束せずに手続きを進めながら少ない反発が起こった。当時郡山市は太陽光設置で周辺の漁民たちの被害が懸念されるという意見を産業通商資源部と農漁村公社に伝えた。地域反発が広がる兆しがあると、農漁村公社は遅れて発電事業収益の一部を地域住民に分配する住民参加型投資事業形態に事業方式を変えた。農漁村公社が推進したセマングム事業とは別に、産業部とセマングム開発庁、全羅北道などが共同推進し、セマングム地区に設備容量が2100メガワットにもなる大規模太陽光発電事業が推進されたが、これも雑音が絶えなかった。産業部はセマングム太陽光発電事業の推進事実を明らかにし、400ワットの太陽光モジュールが525万個、水上に発電設備を浮かべるための10平方メートル規模の浮遊体だけが約30万個必要と予想されると明らかにした。しかし、本来の設計を引き受けた現代グローバルが、本来の太陽光設備設計に関連した何の免許も保有していなかった無資格企業だったと昨年12月、監査院監査の過程で明らかになった。なんと4兆6000億ウォン規模の大規模プロジェクトを推進しながら、設計業務を公開入札ではない無資格企業と従意契約で進行した。発電施設で生産した電気を陸上大都市に送る送電と変電設備工事事業者選定は5回も流れ札されたが、5月にはやっと事業者選定ができた。問題はセマングム太陽光事業を事実上主導している韓国水力原子力が最近政府から財務リスク機関に分類され、事業構造調整が避けられない状況だという点だ。韓国水力原子力がセマングム太陽光事業を引きずり続けるか不透明になったという観測も出ている。セマングム地区が渡り鳥到来すると、
鳥類糞物による太陽光設備管理上の問題も浮上した。すでに設置された研究用太陽光パネルの上にカモメやカツオなどが排泄物が落ちてパネル腐食などによる発電効率低下の懸念が提起された。政府は超音波など鳥類接近防止策を検討しているが、環境に優しい発展をしながら鳥類を人為的に追い出すのが適切ではないという指摘も出ている。韓国ネットフリックスシリーズイカゲームでキャラクタージオンを演じた俳優イ・ユミが米国放送界最高権威賞であるエミー賞でゲスト賞を受賞した。米国テレビ芸術科学アカデミーは現地時間4日、マイクロソフト劇場で開かれた第74回クリエイティブアーツプライムタイムエミー賞受賞式でこのように選ばれたとツイッターを通じて発表した。ゲスト賞はドラマのエピソードごとに主人供給役を演じた俳優に与える賞だ。演税主義成功が強いキャラクタージオンを演じたい、ユミは先立って候補に上がったことがある。一重引用符イカゲーム一重引用符はこの日の受賞式で主題歌賞、撮影賞、編集賞、プロダクションデザイン賞、スタントパフォーマンス賞、視覚効果賞、ゲスト賞など7部門に候補に上がった。今年第2四半期の国内ノートパソコン市場で台湾エースが LG 電子を抜いてシェア2位を記録したことが分かった。5日、市場調査機関 IDC が最近発表した今年第2四半期の国内ノートブック市場調査の結果を見ると、アイサスのシェアが 22.7% で全体2位を記録した。LG 電子は 16.2% にとどまり、3位に落ちた。サムスン電子がシェア 33.7% で1位を占め、アップルとレノボがそれぞれ4位と5位となった。エーサスは去る第1四半期コマーシャル向けノートパソコン市場でサムスンと LG を抜いて1位に上がったのに続き、第2四半期には全体市場2位を記録して宣伝した。業界はコロナの影響で在宅勤務が増え、オンラインを中心にコストパフォーマンスのいいエースノートパソコンの需要が増えたと見ている。今年初め、京奈尾南道教育長と教育用スマート端末3種を計28万台普及する歴代最大規模契約を締結するなど、公共事業受注とオンライン教育市場を攻略したことも重厚した。今日も視聴していただきありがとうございます。購読とアラームの設定をお願いします。